はい、どうもハリウッドでございます。えっ、ー、と今回ですね、えっ、ー、と自民党総裁選のまあ、そうあそう自民党総裁選でいいのかな、えっ、ー、と総理大臣ですね次期総裁選の話をさせていただきたいと思うので、もしよかったらチャンネル登録、高評価、感想もコメント欄でいただきたいと思います。 僕はまあいろんな形で党員投票の話だったりとか、えっと、JNN だったりとかの,その、えっと、国民の人に次の総理って誰がふさわしいですかっていう話で石破さんがずっと1位で,でそれ結局今回は関係ないじゃないですかそのいな石破派だったりとか麻生派とか二階派があるみたいなもうもうもうあれはもう僕らが手に負える話じゃないし国の制度をそのまま変えないといけないんでそれは僕らはどう,どうしてもどうしようもないっていう話はいいんですけど、まあ、それはい、置いといて選挙の時に 選挙の時にですよ女性の意思って大事ですとか何かこうタレント議員で女性を引っ張ってきたりするじゃないですか女性キャスターの人を入れてまあ、広告等にするっていうのって結構女性の意見が大事ですよ女性の意思あ子育て大丈夫ですかあの少子化の世の中なんで女性ならではの目線が今の国って大切なんですよってあんなに選挙に言ってるのになんで総裁選に出れない出ないの っていうことですよ。で、それを訴えてまして、野田さんと僕は知ってる限りですよ。野田さんと稲,稲田さんは言うてました、ね。で、女性が出れないの？おかしいよね。って言ってるのに結局出れてねえ。やんっていうのがこれ本当わからんなと思って実際そうですよね。女性基本的にそのそあの？ 女性の国会議員になっている人は僕が知っている限りです選挙運動でするときに女性ならではの視点です女性視点です女性視点ですっていう形で通してあのと当選している人がほとんどだと僕は思ってるんですよやっぱりその、まあ、女性の投,投票入れてるとかあと、まあ、まあ男の人も入れてるまあそれはどっちでもいいんですけれどもどっちでもよくはないですね女性の視点に切り口を入れてる女性の働きやすいかい,い,せいあの会社を作るあのこ ウニを作るね、やって保償制度子供を安心して産みやすい制度も作りますよとかね、そうやっだおだ男女と女性の,あの格差をなくしましょうっていうことで総点に上げてうわーってこう盛り上げてそうやって「万歳万歳」って言って当選してる人いるじゃないですかでも漢字のこの結局トップが変わらなかったら意味がないっていうことはみんな思ってると思うんですよそもそもが。で与党に入ってたら与党の、まあ、大事になったりとかいろんな形でそ自分らの意見が通るかなと思ってみんな投票してると思うんですよ。なのに この大事な総裁選のところで女性の女性の女性をの票を入れて女性の意思が一番分かるのは女性ですよって言っといてですよ言っといてなんでここに入れないの本当に何しとんねんと思ってんすよ結局。 まあ20人入れてどこで会派に所属してるかっていろいろあるわけじゃないですか。僕に言わせですよ。もうわかんないですよ。よくわかんないですけど、女性だけの党を作ったら、女性、女性の意思を尊重する派って作って、でそこでその20人集めたらすぐ一人ポンっていけるんじゃねえのって思ってんですけど、これは僕の考えは間違ってるんですかね。僕が言いたいのは、その首相の その総裁選次期総裁選20人の,立の推薦者がいるんですよねそもそもが。でそれでその20名の,総の立候補派閥を作ってる所属してる女性だけの党がないわけですよねそもそも。という女性がなんですか私は結局どこどこの派に入っててだし無,無所属だから20人集めることできなかった悔しい悔しいザブングル加藤さんの状態ですよ。いいんですけど。 元々ね、当選した時からそういうのを狙ったりとか今後のこと考えて動いてるんだったら自分が何々派抜けて自分がその女性の次期首相をとあのー。 当選させる派みたいな誰でもいいですよその女性は誰でもいいんですけどみたいなのを作ってそれでそこの総裁選の時こういう時のためにこの自分らの派閥を作ってあの女性をついに送り込むことができましたあとはそのメディアにバーって言って女性の大切さのことを言ったりすればいいんでしょうけどそもそもそこに立ててないやん結局いろんなことを言って、まあ、日本トップですよねトップを変えないとあの国が変わらないっていうのが分かってるはずですよそおそらく。ですけどそこに やろうとはしてないですよね結局は ってことは、結局、女性を、女性の意見が尊重される人を国会議員として投票したとしても、結局、トップを取れなかったりとか、上の方に行けないような国のシステムがあるんだったら、結局、あんま意味ねえんじゃねえかって、僕はどうしても思っちゃうんですよ。どうしても、どうしても。女性というところを強みにして、当選したりとか、女性というところを強みにして、あの議員活動とかされてる方がいらっしゃる。僕のすみません素人なりの考えで、僕は細かい中川のことは分かりませんよ、僕はなったことがないし。おそそらくそれができ現実 的にできないことだということはおそらく分かってますけど、ちょっとした疑問です。そもそもがそもそもがです。 だからそういうい今回のこの首相の,この党員投票がありますよね、党員投票にあの民意っていうのが反映される、ってないっていうことはもう皆さん分かったと思いますし、結局選挙の時に自分はこういうことをしますって言って、当選してもらっても、結局その人たちがどこどこの派閥に入るとかっていうのを僕らは決めれるわけで、僕らは決めれないですよ、この人が国会議員で自民党でどこどこの派閥っていうのは、横に全部書いて,て、この人どこどこの派閥に入れるんですかって、2つ、2つポンポンポンってかけりゃいいですよ、そもそもが。 そんなさまあ、これは他の動画でも言ったんですけど自分だってどこどこ通り入れるとかどこどこ通る誰々に入れてるっていう,う個人のところとまあ党が比例代表だったらどこどこ通るですよねであの小選挙区だったらどこどこの人は当面を入れてもいいんですけどそう書いてるんですよねでその先の「なんとか派とか知らんし「エヴァンゲリオン」は派しか知らねえよそんな。ないやね派って本当に。 わ,わかんないですもうそ,そんなそういうところがこうやって首相を決めるっていうのにするんだったらもっと選挙の制度変えて何々派ですってしてやそれなら何々派の自民党何々派の何々してしてくださいよそんなあかんっすよそんなもうね本当にね国の制度を変えましょうはいということめっちゃ怒らせていただきましたんであの気分が若干すっきりしましたということで今回これ終わりたいと思いますでは失礼しますバイバイ